強敵に対抗するため一人でも味方を増やしたい連合軍。そんな折、正義感にあふれ武勇に秀でた将がいるとの情報がもたらされる。その男は類まれな大食漢だという。これを聞いた海姫は自慢の手料理で大食漢を虜にせんと息巻き、男が倉庫番を務める村へと出陣。海姫の料理を狙う王位もその後に従った。一方、大食漢が番人を務める倉庫には怪しい影が迫る。村人たちが蓄えた食料を根こそぎ奪い取らんと妖魔軍が卑劣な作戦を開始していた。さあ、今日は腕によりをかけるわよ。噂の男気あふれる大食漢はどこ？私も同行させてもらっていいかしら。あなたの料理が気になって仕方ないの。一体今日はどんなご馳走を？乙女の料理に資格はないわ。肉、魚、野菜、あっさり、こってり、何でも来いよ。とても素敵だわ。私にも分けてもらえると嬉しいのだけれど。もちろん、手伝ってくれるならいくらでも。まずは大食漢の武将を見つけないとね。待ってなさいよ。相手は大食漢。これぞ乙女の腕の見せ所。私の手料理で胃袋つかんだる。カイ殿の料理は絶品。人に渡すのは惜しいけど仕方ないのよ。あんなところに食料庫。もしや大食漢の彼が隠れているかも。誰だ？やっべ、娘が見つかったか？噂の将じゃないよ。からぬことを考えているなら倒さない。ようまで、この食料は我らの蓄え、渡すわけには。引っ込んでろ。食い物は俺たちが根こそぎいただくぜ。よしよし、しゅんよく運び出せているようだ。任せ。俺は一眠りしてくれ。お前ら怠けるなよ。お任せよ。米粒一つ残らず盗み出します。人の食料を奪うなんて許せぬ。徹底的に追い詰めてあげる。そうよ、絶対許せない。大食漢の彼に手料理を振る舞う。乙女の女子力を見せつける好機、逃すもんか。決してやる。あなたの暴れる姿を見ていると燃えてくるわ。私もやりよ。次は負けぬぞ。よし、中の奴らもとっちめたる。何？外で凶暴な女が暴れているだと？まずい。食料を早く運び出せ。広さの
わりに食料も少ない。探索すでにヨーナに盗まれたという。凶暴女が入ってきた。誰が凶暴女よ。お料理上司高いぞ。せっかくあいつがいない隙を狙ったのに。あのデカブスよりよっぽど怖いよ。はあ、誰が怖いですって。デカブス、それに単色か。もしかしたらあの兵士どこに行くのかしら。追った方が良さそうね。激しゅう、燃やしを消してやる。ストッター、俺が出よう。ているの。俺は何も知らん。盗んだ食料の保管場所なんて全く知らんぞ。もっと追い詰められないと言えないのね。なら望み通りにしてあげる。せっかく盗み出した食料が。これで食料の保管場所は分かったわ。後で回収しに行かないと。強くしてやろう。様に止められる。邪魔者は成敗。しかし
お料理女子に切り替えないと。やっぱり第一印象が肝心よね。大変だ、オイラたちの食料庫が荒らされてるだよ。悪さするやつはとっちめてやるぞ。ちょっと待って、まさかあの人が探し求めていた大食漢の彼。そう、ちょちょで。でも困ったわ、この状況だと間違いなく私たちが疑われそう。村のみんなの大事な食い物がメラが盗んだだか。違う、あたしたちはただ美味しい料理を作って食べて。みんなのものを勝手に食っちまおうとしたのか。どっちめてやるだよ。あなたの暴れる姿を見ていると燃えてくるの。あたしもだから、あたしたちじゃないって言ってるでしょ。おー、いろいろ頭きた。二人とも落ち着いた方がいいと思うけれど、聞こえていないよね。このままでは巨女殿の誤解は解けない。盗まれた食料を取り返すしかなさそうね。じゃあ巨女さんにも一緒に来てもらいましょう。私たちが盗っ人じゃないって証明するの。敵の兵から食料の保管場所を聞き出しておいたわ。手分けして回収しましょう。
かかってこい、敵を駆逐しろ。かしこまりました。俺たちが減らしてやってるのさ。そう、私はどんなに食べても変わらないし満たされない。こんなに多くの肉まんを奪っていたのに本当に許せない。おいら肉まん大好きだ。半分こして食べるともっと美味しいぞ。せっかく盗んだ食料奪われてたまるか。盗っ人はおめえらだったか。けどおいら腹が減って力が出ねえだよ。迷いのない戦ぶりですね。そのお力時に羨ましく感じます。それにしてもなぜ巨都殿が食料庫に。知らない土地で腹も減っておいら倒れちまっただ。そしたら村のみんなが食べ物を分けてくれただよ。だから恩返しに食料庫の番人引き受けただ。なのに食料奪われちまうなんてどうしたら。手になるぞ。本当にいたぶってやる。
砕いてくれよ。子供が腹を空かせて待ってるんだ。この声だけは見逃してくれ。この通りだ。そろそろ、じゃあ今回だけは。って甘い、思いっきし目が泳いどるわ。俺が燃やし尽くしてやる。燃やし尽くしてやる。
調子突き打って立派な桃きっと大切に育てたのね取り戻せてよかった任せ甘くて美味しい桃だ今が食べ頃だぞちなみにキョチョさんの一番の好物って何オイラ何でも好きだぞけど一番は他は考えねえと決められねえだカイドルの料理は何度か食べたけれどどれも絶品他にはどんなものが作れるのかしら煮物煮っころがしや焼き魚は基本中の基本あとは神ねお団子にあんころ餅それからすごいねたくさん作れるのカイドルならいつか私を満たしてくれるかしら燃やし尽くしてやる見逃してくれたらお前らにも分けてやるぜ私を酔わせたいのでもここにある酒樽だけで足りるかしらすごい酒量これだけ飲めば私でも酔えるかしら酒があるとみんな喜ぶからなでも、オイラは食う方が好きだぞやってやる食べ物を取り返してくれてありがとうねミスっとと間違えて悪かっただよよし、食料は運び出せたかって誰もいねえ何をもたついてるんださっさと奪い取れ駆逐しろようやく黒幕のお出ましねあいつのせいでミスと呼ばわりされたんだからあれが泥棒の親分だがおいらがとっちめてやるだよた今日は調子が悪いあなたの暴れる姿を見ていると燃えてくるの私もいいぞ頑張ってるだなオムリサリやめておけ。やりよし。
次は負けぬぞ。さあ相手になるぞ。かしこまりました。手料理作ってあげる。あのおにぎりよりうめえもの作れるだが、おいら一緒に行くだよ。カイドののとっておき楽しみね。今夜こそ満たされることができるかしら。ヌスッドと間違えて悪かっただよ。許してくれ。もういいわよ。それより今夜は腕によりをかけて料理するからたくさん食べてよね。おお、ごちそうか。おめえ美人だしすんごくいいやつだな。ジーン。それって正直な感想よね。ご飯に釣られたとかじゃないよね。ねえ、カイ殿はとても素晴らしい女性だわ。どうか自信を持って料理に励んで。なんか二人ともやっぱりご飯目当てじゃない。まあいっか、新しい仲間が加わったお祝いなんだから食べきれないくらいじゃんじゃん作るわよ。おいら嬉しいだよ。おめえたちのためにこれから頑張るぞ。想像してたのとはちょっと違うけど、こんなに喜んでくれるなんて乙女冥利に尽きるわ。よし、おいら頑張るぞ。完璧よ。うん、やったな。模擬戦とはいえ汚かったかな。あのやり方は次から反則だってさ。ま、戦った相手の評判は良かったからいいか。仲間と修行ってのもたまにはいいもんだな。けどあいつらわしの頭ばっか触りやがる。そんなに楽しいもんかよ。巨女様は曹操様に仕え、孤高の異名を持つ方。私も同じく信長様のそば近くに仕える者として、その心構えを伺いたく参上いたしました。難しいことはよくわかんねえけども、尊敬すればいいと思うぞ。蘭丸も信長を尊敬してるんだってな。ええ、もちろんですが。だったらそれでいいと思うぞ。お言葉ですが、もう少し詳しくお聞かせ願えると。そんなこと言われてもな。あとはちゃんと食べて働けばいいぞ。蘭丸ちゃんと食べてるだか。もちろんです。いつでも万全の備えはできております。主を守り、戦場で花と散るために。そうか、おめえが散っちまったらおいら悲しいぞ。巨長様、
そうだ、ランマル、おいらと一緒に畑仕事はやらねえだか。え、あ、あはあ、キョチャ様のお誘いとあらば。よかっただよ。きっとおめえにも大事なことがわかると思うぞ。